今回は他のメンバーの魅力について皆さんに伝えていけたらなと思います。一人ずつ呼んでカメラを持って可愛い角度とかこうやって探しながら撮っていくので、レッツゴー。こんにちは。こんにちは。役名と自分の名前をお願いします。はい、梅小路京子役の長尾しずめです。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。お願いします。役柄を聞いていいですか。はい、私立聖霊高等学校の2年生です。はい。特徴は多彩な方でして、小さい頃からいろんな学びをしてて、何でもできて、みんなが憧れる。そうですね、はい、私も憧れております。出ましたこの笑い。演じている役と自分との共通点というものはありますか。京子ちゃんは完璧すぎて手が届かないので、はい、なるほど。共通点といえば黒髪なんだろうなっていう。わかるかな。わ、はい、かります、わかります。そうですね、日本の学びをめっちゃやってるから、はいはいはい、金髪とかも髪の毛染めないみたいな。そんな動いてんのいつも。私基本動いて撮ります。じゃあ私伊達香彩の第一印象は、すごい顔がまず可愛いなと思ったの。お世辞入りました。お世辞入りました。はっきりしてる顔だからちょっときつい子なのかなって思った。あー、よく言われるわ。でも喋ったら天真爛漫というか、元気よね、声でかいし、笑い疲れちゃうなっていつも思って。今目しか映ってません。チャンネル登録してね。すっごく可愛く言ってください。そこすっごいライトから被ってるな。はい、お願いします。チャンネル登録よろしくね。アイカツプラネットで一番の見どころはどこですか。7人今回アイドルいるじゃないですか。はい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 。みんな個性あって可愛いじゃないですか。ちゃんと自分の推しを探してほしいなって。毎回この子はこんな魅力があるんだ、こんなに努力してるんだっていうのを、そうですね、感じてもらって、8人全員のいいところを知っていただきたいですね。そうね、みんな愛してほしいけど、推しを見つけたらもっと楽しいんじゃないかなって。そうですね、うん、最後にアイドルっぽい決め顔をお願いします。3、2、1。はい、ありがとうございます。可愛らしいですね。本日は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ始めますね。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。まずはご自身の名前と役名をお願いします。渡辺リオンです。元谷しおり役をやっています。しおりの役柄を教えてください。はい、しおりは、まあ、真面目な子で成績優秀、動画が好きな方になってます。なるほどなるほど、はい、そのしおりさんとご自身の共通点を教えてください。しおりは一歩引いて周りを見てることがあって、自分も結構周りを見るタイプで、はい、なるほどなるほど、気が配れるタイプなのかなっていうところはちょっと見てるのと、はい、しおりは動画が好き、本が好きで、自分も小説読んでるけど本が好きなところが私、伊達香彩の第一印象を教えてください。第一印象、中学生には見えなかったかな。あ、大人っぽく見えたってことですか。逆に質問してほしいことってありますか。座右の銘とか聞いてくれればですよね。座右の銘を教えてください。座右の銘は、ありのままの自分でいることですね。はい、飾らず、自分を出してって。はい。あ、いいですね、その横顔。ありがとうございます。いただきました。これはね、恒例なんですけど、アイカツプラネットの一番の見どころを教えてください。8人いるんですよ。そうですね。一人一人すごい個性が違ってて、みんなで合わさってもダンってなるし、一人一人でも華やか。女の子にとっては結構憧れられる存在なのかなって思っています。ライバルになることもありつつ、友情で結ばれた私たち。ご覧あれ。はい、ありがとうございます。最後に一番アイドルっぽい決め顔をお願いします。3、2、1。はい、ありがとうございます。いただきました。本日は以上となります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。本日はよろしくお願いします。お願いします。それでは役名と自分の名前を。クリームアン役のエイミーです。役柄についてお願いします。アンちゃんは中学2年生でお菓子作りが大好きで、あとあゆみさんも大好きです。あゆみさん大好きですよね。あざと可愛いのが印象的です。そうですね、小悪魔系女子ですよね。小悪魔系です。アンちゃんと
エイミーちゃんの共通点。お菓子作りが好きなのがすごい似てます。え、お菓子作り好きなんですか？めっちゃ好きです。食べたい。あの変顔が特技。特技です。そんな整った顔して変顔が特技って可能であればなんですけど、あのここで披露していただくことって、ちょっとカウントお願いします。わかりました。エイミーさんの変顔まで3、2、1。結構すごい。まあでも可愛いがまた可愛いに変わったという感じですね。アイカツプラネットで一番の見どころを教えてください。実写とアニメパートが全然違うところが見どころかなと思います。最後に一番のアイドルっぽい決め顔をお願いします。3、2、1。はい、スクショ終わりました。ありがとうございました。高評価がすごい。これはすごいと思います。再生回数もあげました。本日は以上になります。ありがとうございました。バイバイ。そこお聞きしてもよろしいでしょうか？あのですね、お願いします。すごい可愛いですよね。そうですね、はい。